はい、フルートの部屋にようこそ。届きました、テナーサックス。早速開封してみたいと思います。何を買ったかもね、まだ言ってませんが、ケースは結構ね、ケースはね、ちゃんとしてますね。だから一見して高いモデルのように見えます。ということは違うということですよね。もう発表してしまいますが、アンティグア、まあ要するに格安品ですよね。台湾かどっかですよね、のメーカーで、まあ、一応セルマーとなんか提携してるかなんかで、セルマーの技術が投入されてるということが売りですよね。ただいわゆる格安品です。格安品の中でも、まあ、定評があるやつですよ。だからセルマーというね、まあ、バックアップがバックボーンがあるので、ケースはね、本当にしっかりしてますよ。格安品と思えないです。値段はね、ネットで10万から12万ぐらいのものですからね。テナーサックスでその値段って言ったら本当に大丈夫かなって値段なんですけどね。じゃーん、これがね、マウスケース付属のあるんですけど、リードとか全部一応入ってますけど、これは使いません。もう先日報告した通り、マウスピースとリガチャー、あとこのリードとかね、ちょっといいやつを購入して、まあ、この部分、口元だけはね、いいものを使おうということでやってますんで、これはこの付属品は使いません。これがアンティグアのテナーサックスですね。まあパッと見ね、まあ、安物には見えないですよ。まあ島村楽器でヤマハの 82Z を試奏させてもらいましたけど、それと比べてね、まあ、パッと見はそんなに変わりはないんですよね。高級品と安物を比べても、まあ一番の違いはここに装飾が施されてないと。82Z の場合は手彫りのね、彫刻がありましたけど、そんなのは一切ないですよね。ただこのロゴが入ってるだけで、その違いだけですよ、パッと見の違いは。パッと見はね、ほとんどね、見分けはつきません。まあ素人には。で、重さもそんなに重いって感じでもないですね。安物はやっぱどうしてもこの分厚いので重いという話ですけど、よく聞きますけど、まあそんなにね、 82Z と比べて重いなという感じはしないです。で、これはね、サックス面っていうところで買った、まあ、調整がされてるやつなんですよ。まあいろんな細かいところを調整してくれてるんですよ。だからこの辺のね、感じとかこのフィンガリング、その辺調整されてるんで、普通に売ってるこのアンティグアのテナーと比べると、その辺もね、まあほとんど、まあ、高級品と比べて決定的な違いはないんじゃないかというふうに期待しています。
最初一発目にしてはまあまあそこそこいいんじゃないかなと、まあ自己評価ですけど、うん、これからなんか練習していってもっともっとこうサックスらしい音を出していけるんじゃないかなというような気がしてます、うん、格安のサックスは、まあ、よく言われるネット上で YouTube で言われてるんですけど、このフィンガリングですね、このキーを押した時いろんなところなんか手が痛いとかねおっしゃる方いるんだけど、それはね感じないですね、全然感じない。その辺がまあサックス面で調整してもらったのからもらったからそうなのかどうかっていうのもね、これ企画してないで何とも言えないですけど、うん、このサックス面で買ったアンティーゴアのモティナーサックスに関しては全然違和感ないですね、うん、これがだから使っているうちに下手ってくるのが早いとかね、そういう問題あるかもしれないけど、うん、この新品の状態では全く遜色ない、うん、安物っぽくないですね。まあ一発目の評価としては、うん、100% 満足、100点満点上げていいんじゃないかなというような気がしております、ね、また気になったところが出てきたらまた随時動画アップしていきますんで、今後ともチャンネル